おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は10月の24日火曜日です。お題がこちら。株価暴落。本命株がストップ安。対応方法はということで、僕が持っている株の一つがですね、昨日ここにね、ストップ安売り気配でそのまま引けたんですね。もうね、嫌になっちゃいますけども、ストップ安ってどんな状態なの何が起こるの対策はということでね、いろいろ考えてみたので、そこをアウトプットさせていただきたいかなというふうに思いました。また昨日の振り返り、指数の売買戦略もやっ 最後ままででおお付き合いいいいただければ嬉しししすすよろしくお願いしますということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝7時目標で頑張って更新していきます。ぜひこの毎日、チャート分析チャンネル見ていただける方、チャンネル登録お待ちしております。それでは早速、昨日の振り返りからいきましょう。まずは日本株なんですけども、3指数ともに下落しております。中でも、マザーズ3.33%ってこれ、まあ、軽い暴落ですよね。<laughs> えー、年初来安値更新中。 なななんですすけども底なし沼みたいな表現よく使われますねいや本当にひどいなというふうに思います。まあ、その中では第一三共アステラス製薬とかエーザイとか入っているところからなんかこうディフェンシブ寄ってきたなみたいななんかそんな感じもありますね。主力株が相変わらずよく日経平均株価を押し下げているという形ですしこっちもやっぱ相対的にはグロース株が売られているような印象はありますかね。業種別ランキング見てみますと 週を分けまして石油石炭金編の工業原油が少し落ち着いているからだと思うんですがやっぱ下がってしまっているってところは色濃く出てますね。 アメリカ株チェックしていきます。僕がチェックした時間、3時42分。この時間は3指数ともに小幅な上昇ではあったんですね。たださっき大引けを迎えまして、ダウと S&P がマイナス転換しておりました。欧州株見ておきます。こちら高安、まちまちの展開です。業種別ヒートマップ、これブラスの時間帯で取ったものなのでという形ではあるんですが、この時間緑が多いんですよね。で、ダウも半々ぐらいですかね。やっぱエネルギーちょっと下げてるかなという形があります。 スック結構緑が多いんですね。あ確かにプラスだなという感じはあるんです。で実際ナスタックはプラスで引けてるんですが、まあ、ちょっとザラバイ弱かったなという印象は持っています。日経先物3時34分でプラス60円です。後ほど終値ベースでもう一回確認していきましょう。ドル円が149円の63銭です。原油85.71、少し落ち着いてますよね。ビックスも19.97。 長期金利も今日は下がってますね。4.840。ラッセル小幅マイナス。これも年初の安値更新中なんですね。ソックスは小幅なプラス。日経先物プラス60円ということですが、後ほどもう一回見ていきますね。ただ、今、暗号資産が比較的堅調ですよね。ビットコインが3万ドルを維持できているということで、ETF 承認期待などもあるのかなと思います。では見ていきましょう。本命株ストップ安。ストップ安だと何が起こるのか。対策はということで話をしていきたいと思います。 まずはアメリカ株の振り返りを入れさせてください。長期金利の上昇が主にということで、アメリカの長期金利、朝5.02%まで上昇したそうです。なので、まあこれはかなり高いというところから、FRB の長く金利を維持するというところから、やっぱり株価が重たいということでしたね。まあでも最終的には、 ナスダックのみがプラスだったのでそこはまたちょっと変わってきたのかなというふうには思いますあとは中東情勢の緊迫が続いているのも相場の重荷になっているということですハマスとイスラエルの軍事衝突をめぐる懸念も、まあ、やはり根、ね、強いということでしたこの報道の中ではアメリカの政府がイスラエルに対して地上侵攻の延期を求めたと伝わったもののということでやっぱりまだね片付いてないことが多いんだなというふうに思いますねそして個別ではということでアップルが下落して始まった とということでした台湾本配の精密工場について中国大陸の主力拠点に対して中国の税務当局が税務調査などを実施したと報じられたということではありますが、まあ、ザラ場ではプラスに触れる場面もありましたから、まあ、そこまで大きな影響ではないのかもしれませんがここは押さえておきたいと思います。 で今日個別で決算材料とかがあるかって言われたら、まあ、少ないと思うんですねでむしろ、まあ、10月24、25、26ということで、えー、ビッグテック企業が、ね、いっぱい発表してきますからここはかなり様子見捨てが強かったんじゃないかなというふうには思いますでザラバの動きはこんな形で、まあ、午前中は下げる場面が強かったんですけども長期、まあ、金利が落ち着いてきたからだと思うんですが少し戻す場面もありただし、まあ、ここからは GDS の展開で最終的にはダウと S&P はマイナスにまた転換してしま あったという形になります。まあ底堅いといえば底堅いのか、うん弱いといえば弱いのかといった形ですね。で、まあただ日本株が本当に弱いですね。日経平均トピックスも下落してますが、マザーズ3.33%、まあ、軽い暴落といってもおかしくはないぐらい安値更新してるのになっていう、まだそこが見えないなっていうそういう形ではあるかなと思います。 で昨日の中では霞が関キャピタルっていう銘柄がまあ大きく下げたこと、これが指数への寄与度が一番大きかったんですが、まあ、一つ見逃せないということで、ベースフードのストップ安についてもちょっと触れていきたいなというふうに思います、まあ、この銘柄、時価総額はそんなに大きくはないですが、最近、株価上昇が目立っていたっていうのもありまして、指数寄与度、そんなに低くはないんですね。 で、その銘柄がストップ安したことによるマザーズ指数の押し下げっていうのは結構あったんじゃないかなっていうふうに思います。でどうしてストップ安になっちゃったかってことなんですが主力製品のベースブレッドシナモンの中にですね、まあ、一部の製造ロットにおいてカビの発生が多発する事案っていうのが判明して。 業績への懸念から、えー、これはまあ売りだということになったということですね。14時30分に発表になってますけども、ストップ安売り気配ってことですから、まあ、朝からこれが分かっていたっていう形ですね。で、えー、会社側からのリリース、まあ、ほぼ同じ状況ではあるんですけどもね、えー、でもこんな形で出ていて、おそらく発表時刻午後だと思うんですね。その理由は、まあ、これがね、担に乗ってきたのが14時30分ですから、 でも朝からストップ安売り気配ですから、まあ、おそらく SNS とかでも拡散されていたんだと思いますしで、そういったところがベースフードの売りにつながってしまったということになります。で、当然、ここから返品交換とかの対応をしていくことによって、収益悪化懸念というのが出てくるんですけども、ベースフードっていうのが、やっぱり業績をものすごい勢いで成長させていくために、赤字なんですね。先行投資をしていた企業ですから、まあ、この勢いが鈍ったりとか、赤字が拡大するっていう のはやっぱり株価を抑える要因になってしまうし赤字が拡大することによってこれ自己資本比率見てますけども今39.3%。 赤字が拡大、赤字というのは、えー、利益剰余金のマイナスになりますから利益剰余金のマイナスを計上すると自己資本比率が悪化してしまう39.3で決して、まあ、高い水準ではないですからね、えー、これが3 0割れてくるみたいになるとねちょっと財務的にも心配になってくる今後の成長に、えー、少しブレーキがかかるような形になるのかなというふうにも思いましたであとはまあこれ個人的な定性的な話でしかないんですけども最近セブンイレブン行くとねこのサイクルミーっていう商品をよく見るんですねでコンセプトがやっぱ健康 をコンセプトにしした商品ですし、まあ、かなりおしゃれだなっていう風に感じますから、まあ、ライバルなのかなという風に思っていてセブンイレブンという枠の中では、まあ、完全にベースフードよりもどちらかというとこのサイクルミーの方が、まあ、商品専用の棚とかも多いですし残ってる在庫も多いですから、まあ、そういったところも当然出てくるだろうな。でこういった 不祥事っていう言い方があってますかね。まあこういった問題が起きた時に、ライバルとしては、よし、今だ、伸ばそうっていう、そういう形になり得ますよね。で、現状はベースフードに関しましては、コンビニかなりね、入ってきてますけども、ドラッグストアとかスーパーとかにも徐々に入ってきたりしています。で、このサイクルミーはセブンイレブンにっていう形だったので、これが例えば他のチャンネル、ローソンとかファミリーマートとか、他の何かチャンネルで勢いを伸ばしてきたら、まあそれやっぱベースフードの脅威になり得るだろうなっていうところで、 当期の業績影響っていうのも、まあ、ここからも感じることが重要かななんていうふうに感じていました。 であとはストップ安だったので何が起きたのかってことでは話をしておきたいんですけども、えー、このようにザラ場で値段が1回もついてないんですよね朝からストップ安売り気配特別売り気配になっていてでそのまま大 b 系まで値段が1回もつかず大 b 系のわずかな買いに対して比例配分で売買を成立させるので最終的にもう本当に15時に1回だけ値段がつくだけなんですよねそうすると何が起きてるかっていうことなんですが裏側でよし悪材料が出たから売りたいですって言って売り注文出したとして も売れないんですね僕も持ってますから売れない状態という形なんですけどもで今日いくらで寄りつくかっていうのはまだ分かりませんがでもストップ安売り気配になっちゃうと本当に売れなくてですね非常にこうリスクが高いなっていうふうに思います。個別株にはこういういリリススククがつきますのでやっぱりリスク管理を 徹底してていいいくべきだなという,ふうに感じていますで今回の僕の対応なんですけどももともとやっぱ僕すごい安いところで買えてたんですね平均高437円だったので、まあ、この辺で何回かに分割して購入してるんですよねで決算発表を超えて超えてグーッと上がっていってで実際には780%ぐらいのところで半分利確してるんですね利確してますしやっぱこの、えー、ダブルトップがついていたので、まあ、今回の不祥事を予測することは当然できませんでしたがやっぱここでもね 追加でで少しし売却してるんですよねそういったところからリスク管理はある程度できていて、えー、このストップ安食らってますけどもやっぱ半分以上売却済みっていう点では良かったのかなというふうに思ってますまあこういうふうに分散で購入して分散で売却するこれはたまたまうまくいった事例ですけども利益が乗ってる乗ってないに限らずですねやっぱリスクをやっぱ限定的にしていくっていう必要性はこの個別株の動きから見るとねあるんだろうなっていうふうに思います。であとはまあ株価の構成要素として僕は 業績や期待要は業績の成長期待とか期待、これ PR で計算されますけども、でこの、えー、ベースフードの場合にはね、PR で計算することができないですよね。まあ、その場合には PSR 株価・売上高倍率。 プライス、セールス、レシオという指標ですけども、まあ、こういったものを参考にしてみたりとか、あとは株主還元がね、きっかけで上がったりっていうのは今よく起こりますけども、まだね、配当優待とかしてるような企業でもないですから、で、今後自社株買いもちょっとやりづらくなると思いますから、やっぱ株価上がりにくそうだなっていう点と、あともう一つやっぱ受給ですよね。個別名柄で見ると受給要因っていうのは見逃せない項目ですから、ここはしっかりと確認していきましょうということです。今日先週分のの信用改ざんの推移とかが出てくる と思うんで、すすねここぜひ注目していいたただきたいんで,すで現状の10月の13日までの週ですかね、えー、ここの信用改ざんというのはすごく増えていたんですね。えー、この株価が上がっていく過程の中で、どん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 信用改ざんが増えていった、そんな銘柄だったんですよね。だから、まあ、今回、こういった悪材料が出たときに、売りが集中してしまったっていうのはあるんですけども、おそらく20日の週にも何か増えていた可能性もあるんじゃないかなというふうに思います。でこの受給の給消化具合によって で今後の株価推移株価の重たさってだいぶ決まってきますで今日の動き昨日の動きっていうのが含まれるのがまた来週の火曜日の夕方なんですよねまあ、こういったデータを待っていく必要があると思いますしあとは10月に決算発表したばっかりですから次の決算ってもう来年の 話になっちゃうと思うんですね。3ヶ月に1回ですからね。だからそういった情報をいくつか見てみないと安心して買うことは難しいかなと思います。であとはまあ企業からのリリースですね。これの対応方法っていうのをしっかりと見ることによって 今だからこそ、まあ、企業の本当の姿っていうのが見えてくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、そこをしっかりと僕は見ていきたいなと思っていますが、今日お伝えしたかったことは、やっぱりストップ安だと売れなくなるよねっていうところ、リスク大きいよねっていうところだったので、まあ、分散購入や分散売却っていうのはね、えー、ぜひ考えてみていただきたいなというふうに思いました。では今日の動画のまとめです。米国株待ち待ち。高金利と地政学リスクを意識する展開が継続じりやすということです。今日、なんか重要な 経済指標とかは多分出てないと思うのでこのでこ終わりに確認してていいいきたいと思いますそして今日はベースフードのストップ安について触れていきました内容としては主力製品にカビが生えていたってことだったので、まあ、気になった点としましてはちょっとリリースするまでに時間がかかりすぎたんじゃないかっていうところはありますしやっぱりまあそれによる業績への影響は少なからずある成長率の低下は かんあの考えられるだろううということとでですし元が赤字なのの財務面への懸念も出てくるというこことですねでこういったことがあると、ライバルがまあ構成を仕掛けやすく当然なると思いますし、あとは受給的にも信用改ざんがものすごく増えていたので、すぐに買うのは僕の中では NG としました。もちろん下がってきたところでどこかで買えれば嬉しいかなというところではあるんですが、それはもう会社の、ね、しっかりとした姿を確認してからという形になりそうです。であとはは特別売り気配では やっぱり売れないんですね。 短期的な売買狙いの時にも、こういうことはあり得ますから、やっぱりリスク管理が重要だよねっていう話はぜひ押さえておいていただきたいかなと思います。今後企業側からのリリース、そしてチャートで2番底をつけるとか、あとは受給的に信用改ざんがもう少し少なくなるとか、あとは次の決算ですね、この影響っていうのをしっかりと確認したいですし、会社側の意思、方針みたいなものをしっかりと確認した上で、安いところでもし拾えるんであれば買いたいなというふうには思っております。それでは、指数の売買戦略。 冷やしの一目均衡表と RSI を使って見ていきたいと思います。はい。では、終わり値を確認してからチャート分析やっていきたいと思います。先ほどお伝えしたように、ダウと S&P マイナスなんですね。ナスダックのみが小幅なプラスという形になりました、えー。4時前ぐらいに見た時にはプラスだったんですが、やっぱり4時から5時の 1, 1時間というのはね、じりじりじり下げていくような展開になっています。ただ、日経先ものはプラスの35円ということで、まあ、なんとかプラスを保ってるっていう形ですが、昨日も下げてますからね。そんな強いとは言い切れないかなと思います。 でラッセル、安値更新中ですけども0.88%の下落ですからね、これも怖いところかなというふうに思います。それではチャット分析やっていきましょう。はいえー、まずは日経金株価になります。日経金株価は昨日、陰線をつけまして、ザラボも弱くって。 で下落していますから大幅安というわけではないんですけどもさすがにまあまあ一段悪くなったって形ですかねで3万1000も割れている状態ですからやっぱり安値に近づいていってるなーって形ですまあそれ以外の節目が今のところ見当たらないので安値をつけるかつけないか割るか割らないか割らずに上がっていけば2番底を 期待みたいなものもものありますけども前回のこの上昇が激しすぎて、2番底の条件を満たすためにもですね、かなり上げないといけないんですね。まあ、もうちょっとちっちゃいサインみたいなものがこの辺でちょいちょいと出てくることが、まあ一番可能性が高いかなと思いますが、今のところ、こう、どっちにも向きようがないっていう形だと思います。トピックス見ていきます。トピックスもほぼ同じですね。昨日、陰線をつけて、おそらくこれ、安値日けだったんじゃないですかね。で、 実際にはまあ安値に近づいているっていう風な分析以外何もできないまだ売られすぎでもないっていう形だと思います一方マザーズに関しましては昨日大幅安で RSI が30割れてきたんですよね少し前に RSI の動画を作りましたけども RSI の30割っていうのは決して買いのサインではないっていうところだけは抑えておいてくださいだから今日 RSI にしてるんですね 30割れはすごく弱い証拠なので、さらに下がるリスクが今はあるっていうふうに認識を持った方がいいと思います。その後の30を超えた後に一時的な反発の目安になることはある。ただ、r s えってすごく冷やしの14日間の話なので、 騙しも多いんですよ、ね、まあ一時的反発だとしても本当にトレンドを変えるほどのインパクトがあるかどうかはもうちょっと長期で見てみないと何とも言えないんですね30割前回の時にもやっぱり反発しましたけどグッと上げても数日間でしたよねそれは長期が下降トレンドに今もうなっちゃってるからですよねっていうところなのでまあここから反発するにしてもちょっとね期間が限定的になる可能性も高いですし何より今はすごく弱くなった証拠なのでそこだけ注意してみていただきたいなと思います ニューヨークダウです。今日も下落しまして、陰性が4日間続いていますね。上髭も長く、直近安値にかなり近づいてきている形です。年初来安値まではもう少し距離はありますけども、ね、もうちょっと心配ですよね。 サンド P500、このような形になっていて、マイナスの0.17%です。もう今日完全にザラバ安値では、この全開安値を割り込んでいますよね。えー、この辺から見て、加工トレンドの動きが続いているという認識を持った方がいいと思います。RSI で見てもですね、50以下の推移がずっと続いてますからね、弱いというふうに言い切れると思います。ナスタックに関しましてもそうですね、一応要線をつけて、プラスでは終えてはいるんですけども、ザラバ安値明らかにね、下から そして陽線のこの始めね これも下から始まっていますので、まあね、直近安値はもう完全に割れたものとして捉えておいた方が無難かなというふうに思います。そしてラッセルですね。ラッセルは陰線をつけて、年初来安値を更新したっていうのが金曜日だったんですが、反発することなくまた続落しているっていう形ですね。決して下落率小さくないと思います。RSI も今30.51も30割れるかなっていったところで、まあ、アメリカも日本も小型株が非常に弱く、今、買いの理由が見当たらないっていうことだと思うんですけどね。 少し高電するまではもうとりあえず辛抱するしかない、という形です無理理ににリリススククを取り過ぎずにリスク管理ししててやっいいいきましょう、はい、というはとことで今日は、まあ、メインとしましてはベースフードがストップ安してどうしてかっていうこととストップ安すると大変だよねっていうところだったので内容を振り返りだけ入れさせてくださいね、えー、まずこちらがアメリカ株が始まった後の日経新聞で金利の上昇と地政学ここが重たいぞっていう形で紹介しましたで3時頃は3指数ともにプラスだったんですけどもこっから 1> の1時間でですすよねちょっっっと下げててしまったっていう形ですで実際には決算発表ありますからね、今週ここぜひ注目をしておいてくださいということです。何かいい流れに変わってくれるといいですけどもね、で日本株の弱さが目立ちますというところで、特にマザーズですね、3.33%、年初来安値更新中なのにこんなに下げるなんてっていう形で、まあ、予想以上に下げたという意見、すごく多かったです。霞ヶ関キャピタルの影響大きかったんですが 個人的にはベースフードのストップ安食らってるので、これを考えていきたいなっていう、そんな話でした。内容としましては、主力製品の一部、製造ロットにおいて、カビ発生が多発する事案が判明したということで、今後のね、影響を懸念した売りが優勢になっているということです。で会社側からもリリースは出ているんですが、発表時刻が20日に判明して、その午後だと思うので,で、しかも午前中からストップ安売り気配だったので SN、SNS の効果とかもあって、ストップ安になっちゃったのかなと、ちょっと応遅かったんじゃないかな っってて個人的には思っておりますで当然ここから返品交換とかそういう言葉が出てくるので収益悪化懸念があって高い成長率に陰りが出てきたりまだ赤字ですから赤字が拡大してしまったり赤字が拡大すると自己消費率が悪化するなんていう影響も出てきますまたこういった不祥事とか、まあ、信用低下するタイミングではライバルが攻勢をかけてくる可能性もあると思うんですよね、まあ、そういったところはちょっと注意して見ていきたいところですしセブンイレブン行った時だけではなくて他のコンビニや他のチャン チャンネルについいてて展開していくそんな動きが見られるかどうかっていうのを確認しておきたいなというふうに思いましたそして業績の構成要素としまして、えー、業績の成長期待あとは PERPSR っていうのが市場の期待として出てきますがそれ以外に株主還元ベースフードにはまだ期待できないかなっていうふうに思いますし需給で見た時に信用改ざんものすごく増えてましたからねでこれ毎週火曜日毎週第2営業日に更新されてくるもので20日の分もね今日出てきますし、えー、今回のこのストーリー ストップ安の部分っていうのはもっとさらに来週ですね出てくるのでこの辺までのデータはしっかりと確認しないと信用改ざんの残り具合を見てみないと買いづらいっていうのはあると思いますで会社側からのリリースであるとか次の決算っていうのはもう年明けになりますけどもまあそういったところまで確認した上で売買判断っていうのをしていきたいなとでもやっぱりストップ安売り気配だと売れないのでそこのリスク管理っていうのは本当に大切だなっていうことを改めて実感したという形でございます皆さんももこれ以外にも売られて 目柄続出してますのでリスク管理は徹底してでも必ずまたいい場面って来ると思いますからまあそういったところに向けてしっかりとね今、まあ、いろんな分析をしたりっていう時間にするといいと思いますそれでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄をとことん分析するマガジンですが毎週金曜日更新で分析記事をアップしてます、えー 中房機器の再生販売を行っているテンポスホールディングスという会社なんですけどもすごく面白い事業をやってるしその会社社長、えー、もう本当に全てが面白かったのでぜひ分析見てみていただきたいなというふうに思いました月額休憩初月は無料というふうになってます概要欄の URL ぜひチェックしてみてくださいそしてかなり日付が迫ってまいりましたまず今週の土曜日にサンワード貿易主催の無料セミナーということで13時から大阪梅田で行いますまた大阪梅田同じ会場ではないんですがかなり近い 会場で18時30分から進化版エクセル株投資講座もやっていきたいと思いますそしてその同じ週の火曜日ですねオンライン版で進化版エクセル株投資セミナーもやりますので詳細概要欄に載ってますのでよかったらチェックしてみてくださいよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析朝7時目標で頑張っていきますぜひ 毎日チャート分析チャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。